おやすみ、子猫ちゃんたち。 おやすみ、子猫ちゃんたち。 子猫ちゃんたち。 いらっしゃいませ。サンラート・ホテルへようこそ。ご予約のお客様でしょうか？ううん、そうじゃないの。私たちギルドから来たんだけど。まあ、遊撃士の方々ですの。失礼をいたしました。お待ちしておりましたのよ。それでは、すぐ捜索に取り掛かっていただけるのかしら？ うん、大丈夫よ。掲示板を見たが、お客が戻ってこないそうだね。つまり行方不明ってこと？あ、ええ、そういうことになりますね。3日前お出かけになったきり、まだ3日も戻らないなんて、それはちょっと心配ね。最近は街道の魔獣も立ちが悪いのが多いし。いいえ、 街道ならまだ良かったんですけど、どうもそのお客様、
鍾乳洞に行かれたようなんです。鍾乳洞？それってあのカルデア水道の途中にある？はい、あのカルデア鍾乳洞です。私たちも必死にお引き止めしたんですけど。それはまずいわね。カルデア鍾乳洞といえばこの辺りの有名な難所じゃない。そんなとこに護衛なしで出かけていくなんて。そのお客さん一体何者？いたって普通の青年でらしたよ。ジミーさんとおっしゃる方で、ルーアンからいらしたそうです。ルーアンのジミーさん？それってもしかして知ってるの？うん、そんな名前の人から依頼を受けたことがあるのよ。確かあの時は海賊の宝を探してましたよね。今回も何かを探しに鍾乳洞に行ったんでしょうか。とにかく一刻も早く鍾乳洞に向かうべきだろうね。これは下手をすると手遅れということになりかねない。ええ、急いだ方がいいわね。もう他に情報はない？お話しすべきことはもうすっかりお伝えしましたわ。ではお客様のことよろしくお願いいたします。うん、全力を尽くすわ。それじゃ行ってくるわ。ここなら何か釣れそうね。
酔いしれたかな。猫ちゃんたち。酔いしれたかな。ですね。はっ。それ。
酔いしれたかな。酔いしれたかな。酔いしれたかな。おやすみ、子猫ちゃんたち。
だら知らないわね。Thank you.
宝箱を引き上げたぞ。間違いない、とうとう見つけた。のーとうとう見つけたぞ、とうとう見つけたぞ、けたぞだぞ。ジミーさん素敵、愛してる、素敵、愛してる、愛してる、てる。なんてことやって遊んでる場合じゃなかったな。魔獣がやってくる前に早く中身を確かめないと。おお、なんだ君たちは。こんなとこで何遊んでるのよ。相変わらず緊張感ゼロね。あれ、君は。お久しぶりね、ジミーさん。いつだったかルーアンで仕事を請け負ったわよね。うおー、懐かしいな。で、ところで今日は何しにこんなところへ。あなたの宿泊先から捜索願いが出てるのよ。で、私たちが探しに来たってわけ。そっか、ツァイスから迎えに来てくれたのか。でも残念ながらまだ帰るわけにはいかないよ。実は今まさに世紀の発見をしたとこなんだ。その宝箱のことかい。ああ、ようやくここまで引き上げたのさ。引き上げたって、もしかして湖の中から。まったくすごいところに隠してあったもんだよね。まあ、さすがは大海賊シルマーの宝さ。え、それジミーさんの探してた海賊の宝なの。ふん、間違いないよ。幾枚もの古地図をたどってとうとう見つけたんだからね。まあ何でもいいけど、とにかく早くしてちょうだい。グズグズしてると魔獣どもに感づかれるわよ。うわっと、そうだった。よし、それじゃあ箱を開けるよ。何固まってんのよ。ちょっと待って。これは一体。うわ、びっくりした。なにこの音。まさかトラップ。わからないけど嫌な予感がするわ。予感的中だね。早速お出ましだよ。うおー、ここで出てきたか。ジミーさん、後ろ。
うおお、こっちからも来た。何これ。気をつけて、来るわよ。行くわよ。
避けられまい。あら、もう終わりなの？ま、またまたびっくりさせられたわね。僕は死ぬかと思ったよ。どうにか撃退できたね。また襲ってこないうちに早く退散した方が良さそうだ。了解したよ。それじゃあすぐ宝箱の中身を回収してくる。いえ、待ってちょうだい。それは私たちに任せて。まだ仕掛けがあるといけないわ。確かにそうだね。それじゃあ私が見てみるわ。特に怪しくはないわね。これなら平気だと思うけど。よし、回収完了よ。って、あれ？どうしたんだい？うん、箱の中に紙切れがあったのよ。どうやら手紙みたいね。何？分かったから、そんなに焦んないでよ。それに今はとりあえずチャイスに帰るのが先じゃない？あの珍妙な魔獣とまた戦いたいなら話は別だけど。おっと、さすがにそれは勘弁だよ。そういうことなら一刻も早く引き上げないと。それが賢明だと思うよ。では行こうか。うん、そうしましょう。まさに間一髪だったわね。もし先に宝箱を開けてたら、あなた今頃きっとペングーの餌になってたはずよ。ペングーの餌って。反省してるんだから、あんまり怖がらせないでくれよ。脅してるわけじゃないわ。今回助かったのだってたまたま幸運だっただけなのよ。そのことを踏まえた上でしっかり反省してちょうだい。わかった。とにかく定職について護衛のミラを稼ぐようにするよ。そうきたか。反省してもやっぱり危険なところには行っちゃうのね。そりゃそうだよ。宝探しは男のロマンだからね。今回みたいな発見のためには少々の危険はやむを得ないのさ。ところで、その今回の発見はどうなったんだい？どうやら状況からして本物の海賊の宝だったようだが。あっと、そ
そうだったわね。とにかくジミーさんに宝物を返しておかないと。ああ、ありがとう。なんだか夢みたいだよ。本当に財宝が見つかるなんて。でもそれって一体何なのかしらね。残されてた手紙からするとなんだかすごいものらしいけど。確かにそうだね。こんなものを僕も見たことがないよ。おそらくはアーティファクトだろうね。見た感じでは力は失われているようだが。アーティファクト？アーティファクトって古代文明の遺物のことよね。力が残ってなかったとしても結構大変なものなんじゃない？しかるべき機関に持ち込んで調査してもらうべきだろうね。個人所有というのはあまりおすすめできないが。近辺の研究機関といえば王都にある歴史資料館ね。もしその気があるならこちらから連絡するけど。ぜひお願いするよ。そんな大変な代物ならきちんと保管してほしいからね。そう、了解したわ。では王都までのチケットも合わせて手配させてもらうわね。うおー、ありがとう。サービスがいいね。いいえ、必要経費よ。だってあなた今は無一文でしょ。うお、なんでその方。早速見抜かれてるわね。でもそういうことなら遠慮せずに定期船を使ってよ。正直なところジミーさんが街道を歩くなんてかなり不安だし。ええ、同感だわ。チケットは発着場の受付で受け取ってちょうだい。では王都まで気をつけて。ほんと今日はありがとう。いや、考えてみれば今日だけってわけじゃないよね。これまでにも君には世話になってるわけだし。そうだ、これを受け取ってくれ。僕が愛用してたものさ。これからは君が使ってくれ。いいの？もらっちゃって。これまでの感謝の印さ。どうぞ納めてくれたまえ。そいじゃあ次は王都で会おう。うん、わかったわ。例の宝珠ちゃんと資料館に届けてね。おお、任してくれ。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいね。何か依頼を達成したらまた報告に来てちょうだい。ここなら何か釣れそうね。
Thank you.